王者の貫禄、そして4年込みでフリーになるつもりです。4年分だけじゃない、人生をかけた大一番、今夜7時完全決着。TES カウンター4アクセル基礎点 12.50 の表示見れただけでもありがたやです。全日本選手権男子結果、金メダル羽生結弦 322.36、 銀メダル宇野昌磨 295.82、 銅メダル鍵山優真 292.41 以下、三浦佳生 276.16、友野一樹 263.67、 三宅瀬那 252.82、 佐藤駿 252.13、 山本颯太 240.18、 坪井達也 235.21、 島田隆史郎 233.67、 田中啓司 232.42、 本田ルーカス剛 225.22、 森口澄司 201.30。男子フリーが行われ、14年ソチ、18年ピョンチャンと五輪連覇の羽生結弦が211.5点をマーク、合計322.36点で2年連続6度目の優勝を飾り、3連覇がかかる22年北京五輪の代表に決まった。国際連盟公認スコアではないが、24日のショートプログラム、この日のフリー合計と全て今季世界最高だった。フリー、テントキトの冒頭、実戦で初めてクワッドアクセルにアタック。両足着氷でクリーンな成功にはならなかったが、転倒せずに降りた。アクセルを終えても羽生の見せ場は終わらない。4回転サルコー、トーループの4、3回転。4回転トーループを含む3連続ジャンプなど、ほぼ完璧にまとめた。演技を終えると、ゆっくりと右手を上げ、確かな手応えを得ていた。演技後は、正直ホッとしています。6分間練習前から泣きそうで、あと何回こういう景色が見られるだろうとか、あと、今までの頑張ってきたこととか、いろんなことを思い出して、でも、朝の公式練習は回さなくてもいいかなと思えるくらいだったんですけど、かなり苦しかったのでホッとしています、と話していた。